ジョーデー・ビース軍はアメリカ合衆国イリノイ州の北西宮に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,678人であり、2000年の22,289人から1.7%増加した。軍庁所在地はガリーナであり、同軍で人口最大の都市でもある。ジョーデー・ビース軍はドリフトレス地域に位置し、 道路や谷の素晴らしい景観で知られている。軍内には、イリノイ州の最高地点である、チャールズ・マウンドがある。ジョーデー・ビース軍は、アイオワ州、ウィスコンシン州とイリノイ州で作るトリステート地域に、あり、ダビューク・ガリーナ・プラットビル大都市圏を構成している。この都市圏人口のうち13ないし15%が、ジョーデー・ビース軍のものである。ジョーデー・ビース軍は1827年に、 ヘンリー軍とパットナム軍の一部を合わせて設立された。軍名は、ケンタッキー州のアメリカ合衆国地区県事であり、1811年のティッペカヌーの戦いで戦死したジョセフ・ハミルトン・デイビース、少佐にちなんで名付けられた。地元での発音は、デイビスである。軍北東部隅のノラの町近くに、風力発電所の建設が計画されている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は618.73平方マイルであり、このうち陸地601.09平方マイル、水域は17.64平方マイルで、水域率は2.85%である。近年、軍庁所在地である、ガリーナ市の平均気温は1月の下市9度から7月の下市84度まで変化している。 過去最低気温は1996年2月に記録された歌詞34度であり、過去最高気温は1988年8月に記録された下肢103度である。月間降水量は2月の1.14インチから6月の4.58インチまで変化している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジョーデービースは 火器23つの軍区に分割されている。ガリーナ市中心街、ユリシーズグラントの家から望む。ありがとうございます。